でしょうか。太陽にほえろのメインテーマはソプラノです。僕はカーブとソプラノを使ってますけれども、これでストレートに吹くとだいたいいい感じに、仕上がると思います。皆さんも、お試しください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。